よし、今日も海外検証やるぞ。まずはこの方の動画から、TNT のスライダーが作れるぞ。ウォータースライダーみたいなのを作る。ここに TNT を投下すると、いやぁ、TNT がドカドカと流れていく。危ないよ。でもこの動画残念ながら、爆発するところは映っていません。とりあえずこれで遊んでいようぜ。検証を始める前に、みんなにミッションだ。この動画を共有し、このチャンネルを登録してもらおう。してくれたら、研究所の職員になれるかも。この動画で600人増えてくれたら嬉しい。高評価は2兆だよ。多すぎ。では検証開始です。キャッチ担当の秘書なの。今までよく頑張ったの。あなたの苦労をずっと見てきたの。ゴールドタイガー？これでダメなら人生諦めるの。無理すぎる。早速検証始めちゃうね。ドワー。自分でやってそんなにビビる？っていうか最高だなこれ。あ、いいですね。やったぜ。っていうかこれ爆発しないの？あ、それは大丈夫。コマンドで爆発時間をめっちゃ遅くしているからね。チェ、爆発しないのかよ。こんだけ爆発させたらさすがに PC が危ないです。あとバリアブロックで水と TNT をせき止めているよ。壊して、え？壊して、は、わかりました。アサギの圧力なの。でもバリアブロックを壊したところで特に何も。うわー。今そんなテンション上がるところあったの？ドッカーン。やっぱりこの爆発はたまらねえな。今音量を小さくしているけど、爆発音がすごすぎて耳が壊れそうなの。これがいいんだよ。TNT の爆発を聞いて喜ぶのはこの世界で博士だけだよ。はい、TNT シャワー。うほー。アサギの状況がおかしいの。そういえば今日の成功数は？今日は12個中12個成功が目標だ。全部？目標に到達したら俺が、到達しなかったら買い物が罰ゲーム。ほんで罰ゲームはこれです。何これ？最高高度から最低高度にスニークで着地。それ助からないやつじゃん。確かに。それならスライムブロック着地の方がいいって。そろそろ着地するの。結論、動画の通りになったの。遊ぶときは注意なの。今回は一つも落とせないよ。キャオーン。次はこの方の動画から、村人の IQ がわかるぞ。ふむふむ。四つのベッドがある。村人は緑を取るぜ。次はいろいろやばい道。どこにも行かない。次はガラスと火。ガラスの方を通ったな。危ない道は通らないようだ。でも TNT の方を通る。なんで？次は氷と溶岩。まあこれは氷の方を通るな。次は修羅の道だ。TNT を選ぶようだ。さすが村人。この海外の動画が本当か検証だ。はい、じゃあ試していくよ。すでに準備はできています。まずは4方向のベッド。青に行っちゃったんだけど。まあまあ次やってみるの。次はクモの巣とソウルサウンド。ソウルサンドな。サウンドだと音になるの。てかサンドの方に行ったよ。次はこれ。ガラスに行きました。次はなんか危ないやつ。どっちに行くんだ？右が危ないってことはわかるんじゃ。おーナイスだよ村人さん。じゃあ次は TNT とチェスト。なんで危ない方に行くの？まあある意味正解。草なの。村人を突き落として楽にしてあげよう。なんで？そう言いながら落としているの。次は氷と溶岩。まあこっちだよね。さあ最終ステージ。どこ行っても地獄。どっちに行くの？大正解。いや大正解っていうか、なんていうか。結論、保留にするの。え？成功か失敗か判断難しいから時間が欲しいの。そんなことあるの？前代未聞、水戸黄門。次はこの方の動画から、矢を使った新しいトラップが作れるぞ。へぇ、まず矢をトラップドアに刺して、その後に動かすと、ちょっと飛んでいく。矢が刺さった状態で TNT を爆破しまくると、矢の威力が蓄積されるらしい。いや、威力が溜まった矢を動かしてしまうと、プレイヤーが死んでしまうわけ。どべぇ、この海外の動画が本当か検証だ。トラップドアに刺さった矢が飛んでいくか試してみる。ちょっと飛んだな。これを爆破で威力を貯めるの。なんかアクションゲームのバグ技みたい。こんな感じかな？まあ不格好だがいいじゃないか。飛ぶのかな？さっきより飛んでないか？うん、これは威力が上がった証拠なの。こんな装置でやってみました。おお、素晴らしいものを作るじゃないか。えへえ、これで効率よく爆破威力を貯めるよう。僕自身に当てるの難かったから村人さんで。おお、当たったぜ。もっと威力を上げれば倒せそうなの。結論、動画の通りになったの。ダメージを与えられたからいいの。やったー成功じゃん。うんち。次はこの方の動画から。ジャバ版だと石ができない。まず統合版の場合、水中に海藻やサンゴがあっても石になっちまうぜ。しかしジャバ版だと、石ができないんだ。この海外の動画が本当か検証だ。これじゃあ無限石製造機ができなくなるじゃん。いやそういうわけじゃないぞ。水中に海藻やサンゴ、シーピクルスがあればの話だ。てかカエモン、今は統合版とジャバ版どっちなんだ？今はジャバ版でやっているよ。それが終わったら統合版でやってみようぜ。丘の下、準備完了。じゃあ溶岩を流します。さあ石はできるの？できないの？どっちなの？中山筋肉、みんな静かに。いや別に静かにしなくてもいいの。大石になりません。溶岩と水のままだよ。じゃあ次は統合版でやってみー。
了解。もう準備できているので溶岩を垂れ流しにします。あ、ソーレドバドバー、さあどうだ。大石になっちゃうの。海藻とかサンゴがあるのに。というわけで結論、動画の通りになったの。これは面白い違いなの。うほほい、成功したよ。うんち、それやめろ。次はこの方の動画から。なんと花火が横に飛んでいく。え、花火クロス棒を鉄ブロックに向けて飛ばすと、はぁ、滑るように飛んでいく。飛ぶ方向はランダムのようだ。面白いのが地面も滑るところだな。なにこれ。この海外の動画が本当か検証だ。横に飛ばしてどうするんですか。裏側にいる敵を倒す。え、そんなことできるの。いや無理。はぁ、オフハンドに花火を装備してっと。花火を装填、狙いを定めて発射。滑るように飛んでいったの。え、どうしてどうして。こういうのって普通に着弾した途端爆破じゃないの。俺もそうだと思ったんだけど。どういうことだ。博士にもわからないんだ。地面に打ってみるね。おーおー、滑っていったよ。おー、思ったけど、こうなったら花火ってどうやったら爆発するの。わからないっぴ。あ、わかったわ。え、なになに。開門花火の星入れない花火作っただろ。うん、元動画がそうなっていたからね。その状態の花火だと爆発しないんだ。あ、なるほどなの。爆発しないからどこでも飛んでいくのね。そういうことです。なるほど。じゃあ花火の星を入れたら壁や地面を滑らずに爆破するんだね。要するに、仕様を考えれば当たり前ってことだぜ。とにかく結論、動画の通りになったの。まあみんなも試してみたらいいの。成功したけど、当たり前の仕様なんだね。知らなかったのが悲しい。次は視聴者コメントのコーナー。この動画に寄せられたコメントを検証だ。ラマの大乱闘をスケルトンでやってみたらどうだろうっていう検証だ。てかこのコメントアルパカって間違えてるじゃん。ご丁寧にラマって突っ込んでいるぜ。それもこれも二人がラマを間違えていたからなの。さすがに間違えないよ。羊でしょ。ラマなの。あれですよね、アルパカ。だからラマなの。いい加減覚えるの。すんません。とにかくスケルトンさんを召喚しまくります。とにかくギッチギチになるまで詰め込もうな。はい、手動で召喚がきつすぎるのでコマンドで召喚するね。まあ確かにそうだな。これぞ働き方改革。うん、ちょっと違うの。それ出てこい。やっぱりコマンドはすごいねー。はい、スケルトンでいっぱいになりました。すんげー光景だな。サバイバルにした途端やでブスブスだぞ。ちょっと一回なってみてくれ。いやです。どう戦わせたらいいかな。スケルトンは他のスケルトンに攻撃されたらお互い攻撃し合うようになっているの。これだけ密集していたらすんなり矢が当たりそうだから、サバイバルでちょっと近づいてみるの。うん、わかった。それでやってみる。ひー、怖いよ。うさぎれ。スケルトンが一斉に攻撃し始めたの。うわぁ、これはやばいよ。まさに大乱闘だぜ。これは最後の一人になるまで続くだろうな。スケルトンバトルロワイヤルじゃん。いやマジでそうだな。あの中に入ったら穴だらけになっちまうぞ。こっぱ。ではでは結論、大乱闘になったの。ラマの時と同じになったから、成功でいいの。いやぁ、すごい光景だね。怖すぎ。次はこの方の動画から。今からえげつない拷問をするぜ。はぁ、小さな島にスケルトンを1体だけ召喚する。はいはい、火をつけてしまうぜ。水に入りたいスケルトンだが、氷渡りのブーツを履いているため水に入れない。かわいそう。人を思いに倒してやった方がいい。この海外の動画が本当か検証だ。博士が好きそうな検証来たこれ。まあ好きだけれども、ドン引きなの。こんなことさせて何になるというの。面白いから。太陽の光で燃やしちゃうね。おーおーおー、氷ができちまっているなー。これじゃあ火が消せないままなの。スケルトンさんかわいそうだよ。このままじゃ焼け死んじゃうよ。カイモン助けるんじゃないぞ。最後まで見届けるんだ。ヒーンなんか助けを求めているようにこっちへ向かってくるよ。おー、助けてほしいんか。おん、死んじゃったよ。悪魔のような実験だねこれ。スケルトンは燃えたら水場を求める習性があるからな。え、そうなの。それは本当なの。よかったら試してみるの。ちょっと気になったから検証してみる。さあどうなる。あ、確かに水がある方へ向かっていくね。そうだろうそうだろう。結論、動画の通りになったの。多分ゾンビでもできるの。やったー、成功だー。罰ゲームは回避するぞ。次はこの方の動画から。鉱石掘りに便利な技を紹介するぜ。楽しみ。溶岩にトラップドアを置くとこうなります。ほげー。バケツとかで取り除かなくても鉱石が見えてしまう。見えたダイヤ鉱石を掘ると思いきや食べてしまうぜ。この海外の動画が本当か検証だ。待って、ヘロブラインの召喚儀式。いいから検証するんだ。あれ気になるんだけど。細かいことは気にしない。カイモン、昨今のマイクラでは都市伝説ネタは飽きられているの。だからやってもしょうがないの。そんな悲しいことある。てか見てよ、溶岩消せているよ。おお、これは見事だぜ。ちょっと掘ってみるよ。ツルハシ食べるんだぞ。いや無理だよ。まああれは再現しなくていいの。ほら、秘書さんもこう言っているし。では掘ってみます。うほほい、こんな簡単にダイヤが取れるなんて。あ、そうで、ホリホリ。
草越えて森生えるわい。森でスポーンしたけんね。あそこは溶岩たまりだから、そりゃそうなるの。結論、動画の通りになったの。でも採掘する際は注意なの。成功したからいいけどみんなマジで気をつけてね。次はこの方の動画から、今からぶっといツルハシを作るぜ。まずはツルハシ2つ合体させる。3つ、4つと、どんどん重ねていくぜ。ちょっと、どんどんぶっとくなっていくツルハシ。最終的にはパンパンに。これで掘ると、周囲が吹き飛ぶ。はぁ、この海外の動画が本当か検証だ。うおカイモン。動画になっているってことは、モッドである可能性が高い。だったら調べてみるしかない。覚醒したな。先週は全くしなかったのになんでなの？むむ、もしかしてこれじゃないか？間違いないこれだ。早速導入してみようか。さあ、ショータイムだ。導入したと同時に大量のツルハシを用意しておいた。これをぶち込むだけだ。げげー、大きくなってやがる。動画のまんまなの。やはり僕の見立て通りだ。少々怖いが、使ってみようか。持ったらこんな感じ。まるでシャベルだね。ドロップアイテムはこんな感じだ。アイテムがどんな感じなのか、視聴者のことも考えている。今までの買い物ならそこまで考えないの。では2ブロックを掘ってみる。ドキドキ。なんだ？すんげーな。おい、ひえー、めっちゃ吹き飛んだよ。あ、戻ったの。こんなに爆発したの？お前がやったんだぞ。僕が知らないうちに。そ、そんなあ。っていうかこれなんでアニメになっているの？お前が確定して調べたんだぞ。知らんのか？わかんない。いつもの買い物に戻ったからわからんのか。結論、動画の通りになったの。取り扱い注意なの。なんかよくわかんないけど成功したならいいや。ほげほげー。次はこの方の動画から、今からラクダがジタバタするぜ。草ブロックを積み上げるプレイヤー。一番上に柵を置いて、その下にはラクダを召喚だぜ。はいはい。そんでそのラクダを縄で縛り上げる。そしたら下の草ブロックをぶっ壊すぜ。ラクダは吊るされている状態。この状態でラクダに乗り、ジャンプすると、なんかジタバタしているぜ。かわいそう。この海外の動画が本当か検証だ。これってラクダさんは大丈夫なの？動画で見た限りではダメージ入っていなかったからな。縄で吊るされたくらいじゃダメージは受けないの。まあ現実世界では絶対にやっちゃダメだけど。ごもっともっす。よし、こんな感じかな。キーンラクダさんごめんよ。この状態で乗ってジャンプだ。丘の下、行くよ。落ちちゃった。もう一度チャレンジするよ。どやー。なんじゃこれ。ジタバタしているの。わ大丈夫。ブ。ええやん。結論、動画の通りになったの。ちょっとかわいそうなの。ラクダさーん、もういいよー。うさぎれ。次はこの方の動画から、空気のエレベーターが作れるぞ。へぇ。まずは水流エレベーターを作成するぜ。完成したら、水の中に入っていって、粉雪を入れていくぜ。はいはい。そしたら、上から水を流して粉雪を溶かす。はいはい。そしたらガラスブロックを壊していく。すると、なになに？泡だけが浮かんでいるぜ。これに触れてみると、おぉ、ぷかぷか浮かぶぜ。この海外の動画が本当か検証だ。はい、水流エレベーター作りました。なんか高すぎじゃね？まあまあその辺はいいの。では粉雪を置いていきます。その話してわかる人いるか？わからない人はお父さんお母さんに聞いてみるの。よし、こんなものかな。では水を流します。あれ、なんかもうできてね。泡がぷかぷか出ているの。もういいよね。おや、お喜ぶのはまだ早いぞ。それに乗れるかどうかが肝心だ。空中に泡って変な感じ。よしやってみるぞ。まずはドロップアイテムで試してみるね。やけに慎重だな。王冠だ。浮力はあるようだな。なかなか面白いの。うわぁ。あ、村人さんで試してみよう。めっちゃ浮かぶー。めっちゃ飛ぶな。結論、動画の通りになったの。これは面白いの。ぷかぷか楽しいよ。いい感じー。まとめ曲&アサギの研究所オンラインストアでアサギ&買い物グッズが期間限定で発売中。期限は明日13日の23時59分まで。絶対に取り逃すな。次はこの方の動画から。今から液体レースをするぜ。まずは水。次に牛乳。牛乳？次は溶岩。これらを一斉に流すぜ。ではスタート。うわぁ。なんと、水より牛乳の方が早い。いや同じだわ。そしてすぐにゴールしちまう。到着1位だな。はいはい。一方溶岩は、めっちゃ遅い。まあまあ。これはしょうがないな。この海外の動画が本当か検証だ。では試していきます。牛乳って水みたいに流せたの？いや流せないっす。悪い人なの。はい準備 OK。なんで牛乳があるんだおめぇ。そういうモッドを見つけました。覚醒してる？いやしてないです。でおいー、スタートしてるじゃねーか。さあさあ水と牛乳がほぼ同じ速度となっております。ちなみにうちは牛乳を飲むとお腹ギュルギュルするの。そうですか。牛を振ってでっかいバターを作るのだ。お前は何を言っているんだ。そろそろゴールするの。これはー。
牛乳と水が到着で1位ですね。溶岩は遅いのでほっときます。サイコパスかよ。どの口が言うの。結論、動画の通りになったの。やった成功。あ、でも検証2のジャッジがまだです。それは失敗なの。やったー。今日の罰ゲームは買い物なの。あ、最高高度から最低高度に落ちてスニーク着地ってどう考えても助からないでしょ。いやー高すぎるよ。見えづらいけど買い物が落ちる場所に岩盤まで続く穴があるぞ。その中に入るのすら難しそうなの。マジでスライムブロック着地の方がマシ。ちなみに海に落ちたらボコボコにするの。どうしたの。行くぞー。さあ買い物の運命やいかに。無理だってこれ。